こんにちは、なおです。今回はこちらの小物ヤタの鏡についている特殊効果、直前ガードで矢玉を反射について、反射できる攻撃とできない攻撃について調べてみました。いろいろなですね、攻撃を返していくうちに、あ、こんな攻撃も反射できるのかと、意外なものもあるかと思いますので、ぜひですね、楽しみにしていただければなと思います。ちなみに直前ガードが成功したのかどうか、これを分かりやすくするために、こちら守護霊に6下像を採用して、直前ガードが成功した際には揚力が加算されるという形にしました。これによって揚力ゲージがバンと増えるので、今の攻撃に対して直前ガードが本当に成功したのかどうか、これが一目で分かるようになっております。それではいろいろな敵についてですね、直前ガード反射できるかどうか、実際に映像で見ていただければなと思います。それでは早速ご覧ください。
はい、いかがだったでしょうか。今回は矢田の鏡についている特殊効果、直前ガードで矢玉を反射を使っていろいろな攻撃を試してみました。やってみての感想としては、やはりですね、人型の敵だったりムクロム社、あとは下道兵なんかですね、こういったのはね、まあイメージ通り返せたなと思うんですけれども、意外だったのが例えばソハヤ州の手斧ですよね。これ果たして矢玉と言えるのかなと最初は思ったんですけれども、なんとか返すことができました。あとはワイラの岩を吐く攻撃ですよね。他のガキだったり、あとは四季次郎、あとは一つ目なんかがですね、やってくる岩だったり石だったりを投げる攻撃は全て返すことできないんですけども、ワイラの岩を吐く攻撃、これだけは返すことができました。あとはまあ忍者のね、手裏剣や内なんかもまあイメージ通り返すことは可能でしたね。有効なボスとしては両面宿儺や義経なんかだと、この反射で遠距離攻撃を返すことができるようになるとだいぶ有利に戦えるんじゃないかなとは思ったんですけども、まあ、必須かどうかというとそこまでのものではないかなといった印象でした。あと補足としてですね、陰陽師だったり加藤弾道の使ってくる忍術、こういったものは反射することはできませんでした。陰陽術のデバフ、まあ風力符だったりとか地動符ですよね、ああいったものに関しては防御自体も不可能でした。防御自体不可能だというのでいくと、音量機のね、鉄球を投げる攻撃ももうガード自体がねできない形になってますのでご注意ください。全体的に見るとやはりどうしてもですね、ボス的の攻撃っていうのは反射できないものが多くてですね、返せるものっていうのは基本的には雑魚的なものになっているといった印象でした。また今後 DLC も追加されて新たな敵が出てきたら、またその都度ですね実験してみたいなと思います。絶対に必須の装備というわけではありませんが、あると意外なところで役立つんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。